最近コロナウイルスの話はありませんが、あとどのくらいパンデミック続くと思いますかえっ、ー、と、今年中にまた大きいの来るんじゃないかなと僕は思ってます。あの、フランスが3月の14日から、その室内でもマスクしなくてよくなるんですよ。で、あの、最近挨拶をするときにフランスのビズっていう挨拶があるんですけど、あの、その顔をくっつけてキスをするっていうのが正式な挨拶なんですよ。 あの、それ友達同士でやるんですよ。あの、男女の。恋人同士じゃなくても。で、それを最近もうするようになったんですよ。あの、もう、要はその、お互いを顔を接触させるっていうので、いやいや、ダメでしょ、これっていうのがコロナ時代には、あの、制限されたんですけど、もうそれ再開してて、だからもうコロナはどんどん広まるだろうなと思ってて、 で、あの、大統領選があるので、あの、ま、そこら辺の制限しないっていうふうになってるので、で、あの、ま、ビズとかやるのって若い人たちなので、まあ、そこら辺広まってもそんなに重症化しないと思うんですけど、で、あの、コロナウイルスがいなくなったわけではないので、多分オミクロンが、そのオミクロンも2種類でステルスオミクロンっていうパターンもあるんですけど、あんな感じでまた変異するっていうのがあって、で、また広がっていくっていうのを多分もうやり続けると思うんですよね。 要はその、あの、完全なワクチンもないし、で、もうそのオミクロンをじゃあ、あの、コロナウイルスを世界中からなくそうぜっていうふうにももうなってないので、もう感染し放題はずっと続くんじゃないかなと。で、それでもいいよねっていうので、あの、別になんか死ぬやつを死ぬし、みんな楽しく暮らそうよっていうのが、割とヨーロッパの考え方なんで、なのでもうあの、こっちは感染し放題で、で、日本も、あの、 その自宅待機しなくてフランスから帰れるようになったんですよね。なので僕3回ワクチン打ってるんですけど、3回ワクチン打ってる人だと、あのフランスに戻った時も自宅待機ないんですよ。で、PCR 検査って別にあの100%ウイルスがあるかどうかっていうのを確定できるわけではないので、じゃあ僕がそのオミクロンを持ったままフランスから日本に行って、で、その後なんかあの、なんか焼肉屋とかでこう、 バクバク喋って食べてなんかいろんな人にこうなんか喋って酒と飲んでっていうのやったとしても多分法律上何の問題もないのでそういう感じで割とは日本でもまた広がるんじゃないかなと思います。